はい、こんにちは、こんばんは、豊洲商店です。本日はちょっと実家に戻ってきてるのでですね、実家の水槽の現状というところでやっていきたいと思います。映してるのが、これが90の、オールボルネオ水槽ってやつですね。なかなか、まるで変化がないという感じで、全然変化ないんですよね、この水槽。なんか、強いて言うならあれですね、イデイの勢いがちょっと収まったとか、そんなもんですかね。クアラクワヤンのタイプ2が、の花芽が出てきたとか、こんな感じですかね。こんな感じで、ほんとこっちの方のここら辺は本当に何て言うんですかね、奥が、スキスマットグロッティスロゼオスパサーのでかいやつで、手前があれですね、ノリトイですね、クリプトので、一番手前がアップルリーフですか、ブセので、あとクダガンですかね。クダガンは映ってないか。こんな感じで、でもなんか何て言うんですかね、微妙にここの部分だけ抽出してみると、なんかちょっとヨーロッパというか、ちょっと古いですよね。なんか2000年代ぐらいのアクアリウム、なんかアクア業界みたいな、なんていうんですかね、この大磯砂で、なおかつなんかすごい装飾的じゃないですか。なんかこの草自体が、なんていうか、その有形層でグラデーションがっていう感じでは全然ないので、なんかやっぱここら辺は私としては、お気に入りっちゃお気に入りな感じですね。なかなか見応えがあって。この水槽も全然肥料とか入れてないんですけどね、割に状況がいいですね、なんか。なんかちょっとルーツっぽい水槽になってきたなっていう感じが、個人的にはしますね。なんかルーツっぽさが出てきましたね。こっちに、キーとかがね、植わってるって、これとかね、キーが、赤銅色といいますか、銅色ですね。やっぱキーはいい色してますね、なんかやっぱり。なかなかいいですよ、これ。で、あれですね、ロゼオスパサーのちっちゃいやつがこれですね。でもこう比べてみると、やっぱでかいやつとちっちゃいやつは色合いから何から全然違いますね。同じ、名前で、ラージとスモールってことですけど、全然違うんで、なかなか違いがよく見れて面白いですね。本当はこの水槽も水替えとかいろいろしようかなと思ったんですけど、昨日結局しなかったのかな、めんどくさくて。ちょっとしたのかな。ほとんど記憶がないぐらいの感じで、なんていうんですかね、やっぱりほとんど苔も生えてないし、ガラス面も拭いてないんですよね、これ。でも全然調子よく中見えるんで、なかなかいいですよ、これは。見応えがあって、ほとんど塩粒今入れてないんですよね、これ。一応その添加の器具はあるんですけど、おそらく ADA のちっちゃいボンベ1個なんで、ほぼほぼ塩粒添加されてない感じですかね。というか、これご覧の通りジョブフィルターなんで、ジョブフィルターで、その何ていうんですかね、この思いっきり、これ上から見るとあれですよね、大型魚水槽みたいな感じですよね。ツインの90のライトで、このジョブフィルターで、フィルターの中は、あれですね、エーハイムの丸いやつだけ、オンリーでやってるんですけど、ほんとこれだけでやって、で、バッキっていうんですか、一応この水が落ちてくるところは、ちょっとこのエルボーのところをですね、工夫して、あんまり巻き込まないようにはしてるんですよ。ここですね、給水なんですけど、エルボーを思いっきり壁面に向けてやってるんで、あんまりね、
空気を巻き込まないような感じでやれてはいるので、よいしょ、まあ本当あんま言うことがないですね、動きがないんで。いいよ、まあちょっとあれですか、遠目から見るとこんな感じですね。まあでもやっぱスカスカですね。まだ左側はやっぱみっちみちなんですけど、右側がやっぱあんまり本当はね、キーがこう前面にブワーッとこうなってくれるとありがたいんですけど、まだそういうフェーズにもなってないんで。まあでもこの水槽だけは唯一このなんていうんですか、ロングターンタームっていうんですかね、1ヶ月2ヶ月メンテナンスせずに戻ってきてみても全然干渉に耐える水槽にはなって、やっぱ苔が生えちゃうとやっぱ途端にね、めんどくさくなっちゃうんで、もう肥料とかはごく少量で、ごく少量とかも一切あげてないぐらいなんで、やっぱそういうのに耐えてくれるやつだといいですよね。クリプトなんか結構うってつけなんじゃないかなとは思うんですけど、なかなか物性はね、まあ物性もまあそんなね時間もかかんないんで、でこうして見てみると管岩も結構新しい葉っぱとか出てきてるんで、まあぼちぼちって感じですかね。物性ブームが終わった頃ぐらいに見頃になるんじゃないかなって気が個人的にはします。いやなかなか見応えがあっていいですね。あんま魚入れてないのがいいんですかね。やっぱウルフタルもいいですでしたっけ、このボララス、あボララスマキュラータかな、ちょっと確かなんかボルネオにいるようなやつだったんで、なんかそういうやつだったと思うんですけど、ボララスしか入れてないんでね、ほとんどまあこっちとかいるんですけどね、もうわかんないぐらいですよね。まあデミクロもまあそれなりか、あれサラバクジャイアントってどこ埋めたかな、植えたかな、まあいいや、まあそんな感じですね。でもやっぱ一番の見どころやっぱノリトイですね。やっぱりこんなね水中用っぽくないのも珍しいですよ。よいしょ、こんな感じでね。まあクリプトね、こう動画にしても全然人気ないんでね、あれなんですけど、まあでもロゼオスパサは結構あれですね、あんまでかくなんないんで、なんかギュッと、葉っぱもっと上に来てくれるといいんですけどね。こんな感じですね、本当に。ちょっとやっぱイデイが、勢力が落ちてきて、まあちょっと後ろがスカスカになっちゃって、まあフスカとかはあれか、新しく新芽出てきてるか、こっちの手前のフスカとかはね。といったところで、豊洲商店でした。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。